群馬県前橋市の森林で、25歳の男性が熊に襲われ、頭などを負傷しました。午後2時ごろ、前橋市柏倉町の森林で、2人で食量や草刈りをしていた25歳の男性が熊に襲われ、頭などを負傷しました。熊は全長2メートルほどで逃走しています。4日前には10キロほど離れた場所で。 犬の散歩中に男性がクマに襲われ重傷を負っています。